ちは、キズナあかりです。前回に引き続いてスイカ畑の作成です。種を骨粉で成長させればすぐ成熟しちゃいますね。ですが、成熟してから実をつけるまでが遅い。これは骨粉でも早めることはできません。ですので、クエスト対象にもなっているジョウロを作ります。ジョウロは2種類ありますが、私はエクストラユーティリティーズの方を採用します。ジョウロに水を汲んで畑に水をあげれば 3×3 の範囲で作物の成長を早められます。で、これはあくまで体感ですが、スイカが実をつける時間も早くなっているように感じます。ほら、できた。収穫したスイカの一部を種にして1列分植えました。余分なスイカはスムージーにします。リンゴには劣りますが、これも隠し満腹度を6個回復できる強力仕様です。1つのスイカブロックから複数のスイカがゲットできるので、すぐに大量生産が可能になっちゃいます。もうこれだけで食料事情が解決したと言っても過言ではございません。ですが、これで満足しないのが工業畑の人間というもの。やっぱり農業も自動化しないと気が済まないのです。鉄ブロックにビームを当てて、エノリクリスタルに変換しました。土をふるって小麦の種をゲットして、ファーマーを作りました。その名の通り、農業を自動でやってくれる装置です。ということで、サクッと自動化しました。スイカから小麦に変わってるじゃないかって？スイカってこの装置に対応してなかったんすよね。まあとにかくですね、これで常に食料に気を配る必要はなくなりました。農業はお任せして、工業に集中しましょう。何をするにもまずは発電から。マグマ発電機じゃ全然足りません。ということで、序盤から中盤のお供にソーラー発電機を作ります。フォトボルタイックセルを作って、エンリッチドサンドを作って、精錬してクリアガラスを作って、ソーラーセルを作って、ソーラーパネルコントローラーティアー1を作りました。エンバイロメンタルテックのソーラーパネル、その根幹となるブロックです。根幹というのも、今から作るソーラーはマルチブロックなのです。で、必要なブロックの数は説明書に書いてあるので、ハーデンドストーンを作って、救済レシピで本作って、説明書を作りました。全く説明書っぽくない見た目をしております。これでエンバイロメンタルテックの装置の概要を見ることができます。このモッドの装置はほとんどがマルチブロックです。で、ソーラーパネルですが、これらのブロックが必要になります。ソーラーパネルが9個必要ということは、ネザー水晶やラピスが結構な数要求されます。資材が集まらないと今は作れませんか。資材の収集をもっと早くするために別の方策を組みます。レンズを作って、レンズオブマイナーを作りました。このレンズをアトミックリコンストラクターに装着して、石にビームを当てると、ランダムで鉱石に変化させることができます。レッドストーンやダイヤ、ラピスも手に入りますが、これ必要なエネルギーが相当多い感じですね。エネルギー生産のために作ったのに、稼働に大量のエネルギーが必要となる無限ループ。おとなしく砂利や砂の生産を待ちますか。しかし諦めきれない私、溶岩発電機を組み込むつもりです。しかし今回は普通の溶岩発電機ではなく、加熱レッドストーン発電機というものです。この発電機は溶岩にレッドストーンを加えることで、溶岩単独より数倍のエネルギーを生産することができます。でもね、私はプレイ中の私に言いたいことがあるのです。素材の中で一番不足してるのレッドストーンなんですけど、案の定、この後レッドストーン不足により、この発電機は稼働を停止しました。どうあがいても待つしかなくなったので、時間つぶしに際でも触ってみます。スカイファクトリーにも息抜き企画にもあったのに、結局食わず嫌いしていたモッドです。さて、まずは CAD アセンブラーを作ります。作りました。で、これだけでは何にもならないので、CAD アセンブリも作りました。鉄でも作れますが、なんとなく性能が良さそうなので金で作りました。アセンブリはただの部品なので、アセンブラーで組み立てる必要があります。と言っても他の部品は必ずしも必要というわけではないので、まずはアセンブリ単体で組み立てます。ほい、キャスティングアシスタントデバイス、CAD ができました。ウィーンという音がかっこいいです。まず、CAD でレッドストーンを打ちます。レッドストーンはサイダストになり、レベルが1になり、右にメーターが表示されました。右のメーターはマナみたいなものです。このマナを超えて消費するとダメージを受けてしまいます。レベルを上げるとマナが増えますが、そのレベルはチュートリアルをクリアしていくと上がります。ということで、アセンブラーと CAD の作成はクリアで、スペル、つまり魔法を作りながらチュートリアルを進めていきましょう。まず、スペルプログラマーを作りました。で、チュートリアルは C キーを押すと開きます。それでは、始めていきましょう。
さて、サイの魔法はコンポーネントと呼ばれる部品を組み立てて作られます。この子たちがコンポーネントです。チュートリアルを進めると使えるコンポーネントも増えていきます。さすがに解説動画のように細かな解説はできませんし、解説動画はすでに上がってるのでできる範囲で紹介しますね。魔法を組み立てる前に CAD をフルカスタマイズする必要があったので、それをします。アセンブリの他に4つの部品があります。コアとソケットは魔法の実行に必須です。バッテリーはマナの予備電源みたいなのを追加します。要は使えるマナが増えます。カラライザーは色を変える効果らしいので別にいらないです。さて、フルカスタマイズ CAD を作ったので初めての魔法を組み立てていきましょう。スペルプログラマーを開くとこんな感じの画面になります。9×9 のグリッドにコンポーネントを配置します。今回使えるのは2つのコンポーネント。セレクター、キャスターはプレイヤーの情報をお隣さんに送信します。送信することを出力と言います。一方でトリックデバッグのコンポーネントは受け取った情報をチャット欄に表示する効果を持ちます。受け取ることを入力と言います。入力を受ける必要があるコンポーネントにはどの方向から入力を受けるか設定する場所があります。はい、これで初めての魔法が完成です。左のコンポーネントでプレイヤーの情報を出力、右のコンポーネントがそれを受け取りチャット欄に出力するという魔法です。そんなの魔法じゃないじゃないか。だっておっしゃる通りです。サイがもたらすのは魔法とプログラミングの融合です。今回作ったのはサイ式プログラミングの初歩です。魔法らしいものはもっと先で出てきます。とりあえずこの魔法がちゃんと動くか、つまりプレイヤーの情報をちゃんと出力してくれるか確かめましょう。作成した魔法を使えるようにするにはスペルバレットというものに魔法を保存する必要があります。バレットを持ってプログラマーを右クリックで魔法を保存、アセンブラーにて CAD にバレットを詰め込めば使えるようになります。それでは使ってみましょう。はい、プレイヤーである私の情報がチャット欄に表示されました。成功です。私の魔術プログラマーへの道が今開かれました。といったところで今回はここまでです。次回もサイを進めます。〇〇1は下手したら2話分使ってプログラミングをマスターしていきます。それではまた次回をお楽しみに。